だと。そこにいられちゃアクセル踏めねえだろ。いくらなんでも突っ込みすぎだバカめ。それじゃ曲がらないぜ。片桐かなたは黙ってはいない。集団の最後尾から追撃ののろしを上げた。池田さん、86号車のこのオーバーテイクいかがですか。私には片桐くんの技術を的確に解説することができないのですよ。5号車坂本雄大ほどの実力者がこうやすやすと抜かれてしまうのは、あえて一つだけ言わせてもらうと、この三国峠は長く続いた上り勾配が下り勾配に切り替わる分岐点です。左右の G には強いレーシングドライバーですが、上下の G の変化には慣れていません。人の三半規管はこうした状況で一瞬ですが平衡感覚を失ってしまうのですよ。そのために坂本君のコーナーへのアプローチにわずかな隙ができたんだと思いますね。片桐君はそれを見逃さなかったといいますか、むしろ確信犯的にそこを狙ったのだと思います。この手の裏技はプロジェクト D の頃俺も兄貴から叩き込まれた。行動最速理論では定番なんだ。藤原匠から片桐かなたへとそれが継承されてるってことさ。こっちも繰り出すけどな、とっておきの一撃を。さっきのカナタの技、ドリフトって言うんだよね。何回か見たけど一瞬滑ったと思っちゃう。